皆様、本日はスプリングジャズクルーズ2024にお越しいただき誠にありがとうございました。さまざまなイベント、バンドの演奏をお聴きいただけましたでしょうか。どちらの会場でも熱い演奏がされていたと思います。さて、次の演奏で本日の演奏は最後となります。それではご紹介いたします。ジャズ頑張るマンズの皆さんです。紹介文を読ませていただきます。明るく楽しく頑張りますとのことです。それではお願いします。ジャズ頑張るマンズの皆さんです。I'm gonna go get some more.
よろしくお願いします。それではメンバー紹介から参りたいと思います。まず1曲目、モアニンで大活躍してくれた、オンバリトンサックス木下より、そしてその木下よりと、ドラムバトルを繰り広げた米沢イハ、ドラムス、はい、我らがベース増田海斗、次の曲で大活躍する最強アルトサックス大橋優奈、トランペット中尾美月、そして私ギター久米村瑠でお送りします。よろしくお願いします。誕生日は6月7日です。1曲目は、チャーリー・ミンガスのモーニーという曲をお送りいたしました。バリトンサックスのイントロが大変かっこいい楽曲だなと思います。2曲目はちょっと雰囲気を変えてファンキーなナンバーをお送りしたいと思います。その名の通りファンキーラビンという曲をお送りいたします。もう皆さん準備の方は大丈夫そうですかね。それでは行きましょう。ファンキーラビン。
ファンキーラビンでした。この驚異のベースソロをもたらしてくれた増田海人さんに大きな拍手を。ありがとうございます。次で最後の1曲となるんですけれども、その前に1個ちょっと衝撃の事実を発表したいと思うんですけど、大学生でベースをなりわいにしようとしている専門学生なんですけれども、この中に1人ちょっと高校生が混じっている。でしょ。この腕前をね、今後とも披露していただきたいなと思います。次の曲でもソロが、次の曲でも彼のソロがありますので、良いなと思ったら大きな拍手をよろしくお願いいたします。ハードルを上げていきます。じゃあ次の曲いけそうですかね。次の曲を紹介いたします。スナーキーパピーで What About Me です。よろしくお願いします。
また本祭のスイングジャズクルーズは今年の9月14日15日に開催されます。まあ、期間は空くんですけれども、そちらも、ぜひ足を運んでほしいです。そして落とし物情報が少しありましたのでお伝えします。希望の広場にて、ドラムスティックが1本、あの忘れ物で見つかっておりまして、心当たりのある方はあのこちらにお伝えいただければと思います。後ほど SNS でも流す予定です。それでは お越しくださった皆様ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。